パ両リーグでその月に最も活躍した投手と野手合計4選手に贈られる月間 MVP。 1975年セリーグで導入され、79年パリーグでも始まりました。当初はリーグ内で1名を選出していましたが、89年から投手野手を1人ずつ表彰する現在の制度となりました。そこで月間 MVP 受賞回数歴代トップ12の選手は誰でしょう。2023年シーズン終了時点のものです。まずは11位タイから見ていきましょう。月間 MVP を7度受賞しています。2008年7月に初受賞、10年は2ヶ月連続、14年も2ヶ月連続で受賞しました。右投手、新潟県出身です。1983年11月生まれ、現在40歳。オリックスバファローズになり、最初の2004年ドラフト自由枠でプロ入り。19年日本ハムに移籍、22年引退し、23年から日本ハムでコーチを務めています。14年、優勝こそしていないものの16勝、防御率 1.98 で最多勝、最優秀防御率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に加え、シーズン MVP と沢村賞も受賞しています。この投手は羽根子千尋選手でした。同じく7度受賞しています。94年4月の初受賞を皮切りに、96年は2ヶ月連続、2002年も2ヶ月連続受賞したことがあります。右投げ左打ちの外野手、石川県出身、現在49歳です。92年ドラフト1位で巨人に入団、その後メジャーに移籍しています。日本では10年間プレーしました。96年、2000年、2002年と3度シーズン MVP を獲得。2001年首位打者、98年、2000年、2002年はホームラン王、打点王、最高出塁率のタイトルを獲得しています。松井秀喜選手でした。5位タイ、6人います。8度受賞しています。20年9月に初受賞、21年は6月以降パリーグ投手部門を独占、22年も2度受賞しています。右投手、岡山県出身、現在25歳です。16年ドラフト4位でオリックスに入団。 NPB7 年目のシーズンを終え、ポスティングシステムを利用しメジャーリーグドジャースへの移籍が決定しました。21年から23年まであらゆるタイトルを総なめにし、シーズン MVP、 沢村賞も受賞しました。山本由伸選手でした。同じく8度受賞、14年3月4月部門で初受賞、17年は3度受賞、20年は2ヶ月連続で受賞しました。右投手、神奈川県出身、1989年10月生まれ、現在34歳。12年ドラフト1位で巨人に入団し、11年目のシーズンを終えました。14年と20年にシーズン MVP、 17年18年は沢村賞、ベストナイン4回、ゴールデングラブ賞4回に加え、数々の投手タイトルを獲得しています。この投手は菅野智之選手でした。同じく8度受賞、14年5月に初受賞すると、その後安定した成績を残し、コンスタントに受賞しています。右投げ左打ちの外野手、広島出身、1988年10月生まれ、現在35歳です。2010年ドラフト2位でソフトバンクに入団、 NPB13 年目のシーズンを終えた現役選手です。15年と20年にシーズン MVP、 首位打者、最多安打を2度ずつ、4年連続最高出塁率のタイトルも獲得しています。23年は最多安打とベストナインのタイトルを獲得しました。柳田悠岐選手です。同じく8度、ルーキーイヤーの98年7月に初受賞、2002年から5年連続の受賞。右投手、徳島県出身です。現在48歳。97年ドラフト1位で中日に入団、海外 FA 権を行使し、2009年からメジャーリーグに挑戦。12年中日に復帰し、15年40歳で引退しています。 NPB には15年間在籍しました。2004年は17勝で最多勝、シーズン MVP と沢村賞に選出されました。
98年の新人王といえば、川上憲伸投手でした。同じく8度受賞しています。2000年8月の初受賞を皮切りに、そこから5年連続毎年受賞、2008年からも3年連続受賞しました。右投げ左打ち、プロ入り当初は内野手と星の両方のポジションについていました。千葉県出身、現在50歳です。1996年ドラフト3位で日本ハムに入団、2007年 FA で巨人に移籍、2度目の FA で14年中日に移籍しました。15年限りで引退し、その後中日、日本ハム、巨人でコーチを務めましたが、今季限りで退団しています。2006年、2007年はリーグをまたいで2年連続シーズン MVP に選ばれました。ガッツこと小笠原道博さんでした。同じく8度、93年4月に初受賞すると、この年3度、翌94年も2度受賞しています。2008年8月は史上最年長の43歳での受賞でした。左投手、東京都出身、現在58歳。83年ドラフト5位で中日に入団、15年50歳で引退するまで32年間在籍しました。シーズン MVP は受賞したことはありませんが、90年代に最多勝3度、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振、沢村賞、最優秀投手と多くのタイトルを獲得しています。この投手は山本昌選手でした。タイは9度受賞しています。2003年8月の初受賞を皮切りに、2005年2ヶ月連続で受賞、2007年から4年連続で春先での受賞が多いです。左投手、福岡県出身、1980年10月生まれ、現在43歳。2001年ドラフト3位でダイエーに入団、12年 FA で巨人に移籍、18年引退、17年間プレーしました。2005年最多勝、最優秀防御率、ベストナイン、沢村賞、シーズン MVP を受賞しています。杉内俊也選手でした。9度受賞しています。2003年4月に初受賞、2007年は3ヶ月連続で受賞しました。右投げ右打ちの外野手、ベネズエラ出身、外国人では最多の受賞回数です。1974年生まれ49歳。2001年にヤクルトに入団、2008年から巨人、12年から DeNA に所属し13年引退。長く活躍し、2009年からは外国人枠適用外となりました。巨人時代の2008年と2009年にシーズン MVP に選ばれています。2016年から5年間 DeNA の監督を務めました。の助っ人選手はアレックス・ラミレス選手でした。第2位は10度受賞しています。94年6月初受賞、6月4回、7月3回、8月2回と夏場に集中して受賞しています。右投げ左打ちの外野手、愛知県出身、現在50歳。91年ドラフト4位でオリックスに入団、その後メジャーに移籍しています。日本では9年間プレーしました。94年から3年連続シーズン MVP、 首位打者7回、95年は打点王と盗塁王、最多安打と最高出塁率を5度受賞しています。イチロー選手でした。そしていよいよ第1位は12回、2009年4月に初受賞を含め2度、11年は3度、13年は5月から9月までなんと5ヶ月連続受賞しています。兵庫県出身の右投手です。1988年11月生まれ、現在35歳。2006年高校生ドラフト1巡目で楽天に入団、ヤンキースで7年間プレーし、21年楽天に復帰、 NPB 10年目のシーズンを終えました。驚異の24勝0敗で球団を初の日本一に導いた13年にシーズン MVP、 11年13年は様々なタイトルをその波にし、沢村賞とベストナインも受賞しています。
この現役選手は田中将大選手でした。最後にもう一度12人を振り返りましょう。投手7人、野手5人という内訳でした。山本由伸選手を合わせて5人がメジャーリーグに挑戦しています。現役選手が4人ランクインしており、今後も頻繁に順位の変動が考えられます。また12人中半分の6人が10月生まれでした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。